クメハイジアと外岸中央に中国自動車道。高架下に移行が保存されている。クメハイジアとクメハイジアとの位置クメハイジアとは、岡山県津山市宮尾にある古代寺院跡。岡山県指定史跡に指定されている。宮尾遺跡岡山県北部、クメ川流域に開けた平地の北端部に位置する。元々の寺名は明らかでなく、クメの寺名は当地が、 古代の三作国久米軍久米里に属することに由来して称されたものになる。東神祖が依存し、カラウスと称されていたことから、寺院の存在は古くから知られ、1969から1971年の中国縦貫自動車道の建設工事に際して発掘調査が実施されている。画覧は、近道、道、書道が東西に並ぶ。 独特のラン配置であり、白宝器の7世紀後半頃に創建され、平安時代前半頃に火災で消失したと推定される。三正坂地方では最古級の寺院であるとともに、東約300メートルには、久米軍が後と推定される。宮尾遺跡が所在することから、初期仏教文化が軍事の豪族を介して地方に受容されていく様子を示唆する点で重要視される遺跡になる。 地域は1977年に岡山県指定史跡に指定された。現在では高架橋に設計変更された高速道路下において保存されている。ガラン左手前から右奥に公道、塔、近道、僧帽。右端は中国自動車道。地域は東西130メートル、南北110メートルを測る。主要ガランとして塔を中心に。 東隣に近道、西に行道を廃する独特のガラン配置である。ガラン周囲には回廊、または築地塀が巡らされるほか、東側の一段低い部分には雑望が廃される。地域からの出土品としては、大量の瓦のの他仏像、青道製草林などがある。出土瓦の様相によれば、白宝紀の7世紀後半頃の創建で、平安時代前半頃に、 火災で消失したと推定される。ありがとうございます。